五の九、字に曰く、俗人の曰く、城を傾くることは、うちに囁きごといできたるによる。また曰く、家に両言あるときは、針をも買うことなし、家に両言なきときは、小金をも買うべし。俗人なお、家を持ち、城を守るに、 同心ならでは、ついに滅ぶと言えり。言わんや、出家人は、一死に学して、水乳の和合せるがごとし。また、六和教の法あり。おのおの、領を構えて、信心を隔て、心心に、学道の用心することなかれ。一線に乗りて、海を渡るがごとくし、心を同じくし、 いい儀を同じくし、互いに火をあげ、税を取りて、同じく学道すべきなり。これ、仏世より行事来たれる儀式なり。